古都奈良の伝統行事春日若宮御祭りは今日祭りの最後を飾る御縁の能が行われました。御祭りではお渡り式やお旅所祭が行われた翌日に後の宴御縁として祭りに奉仕した人をねぎらうために能などが披露されます。いつもはお旅所の芝舞台で行われますが、あいにくの天気となった今回は春日大社境内にある感謝矯正の館でコンパル流による能花月などが演じられました。この後大蔵流の狂言なども披露され、訪れた人たちはそれぞれの演目に見入っていました。今年で884回を数える春日若宮御祭りはこれで全ての行事が終了し、古都奈良は本格的な迎春準備に入ります。